ブルガリアの煮込み料理パバルマをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鶏肉はフライパンで焼きます。煮込む前に一度焼くことで旨味が増しますよ。5センチ幅に切りましょう。玉ねぎは粗いみじん切りにします。トマトは一口大に切ります。鍋にサラダ油を熱し、玉ねぎを加えてしんなりとするまで炒めます。玉ねぎの甘みを引き出しましょうね。鶏肉、石突きを取ったマッシュルーム、シシトウ、トマト、ホールトマト缶、白ワインを加えて煮込みましょう。材料 A のパプリカ粉、塩、黒胡椒で調味しましょう。耐熱容器に入れ、卵を割り入れ、パセリを散らします。160度のオーブンで15分ほど焼きましょう。素材そのものの味が生きたあっさり味の一品です。ぜひお試しください。